シマロン軍はアメリカ合衆国のオクラホマ州にある軍。2000年時点での人口は州内最小の3148人で、軍庁所在地はボイスシティ。シマロン軍は全米で唯一4つの州と接しており、コロラド州、カンザス州、ニューメキシコ州、テキサス州と接している。また、シマロン軍は全部で5つの軍と接しているが、 その5つの軍はそれぞれ別の州に属している。これも全米で唯一、この軍だけという珍しい現象である。シマロン軍には、州の最高地点である標高1516メートル、4973フィートのブラックメサという場所がある。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積4768平方キロメートルである。 このうち4753平方キロメートルが陸地で16平方キロメートルが海や湖などの水地域である。総面積のうち0.33%が水地域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、シマロン軍には3148人、1257世帯及び868家族が暮らしている。 人口密度は1、平方キロメートルで、0、平方キロメートルの平均的な密度2583件の住居が建っている。この軍の人種の構成は、白人ーセント、黒人セント、先住民セント、アジア系セント、その他の人種9.94%、及び今月、パーセントで、 15.41%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。シマロン郡に住む1257世帯のうち31.30%は18歳未満の子供と暮らしており、60.40%は夫婦で生活している。6.00%は未婚の女性が世帯主であり、30.90%は家族以外の住人と同居している。 29.30%は独居で、全世帯の15.50%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.47人であり、家庭の場合は3.07人である。軍の住民は27.60%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が6.40%、25歳。 以上44歳以下が23.40%、45歳以上64歳以下が24.00%、および65歳以上が18.60%となっている。平均年齢は39歳である。女性100人ごとに対して男性は97.40に見て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は95.30に見える。 軍の世帯ごとの平均収入は3625ベ米ドルで、家族ごとでは36250ベードルである。男性の24327ベードルに対して、女性は18110ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は15744ベードルである。総人口の17.60%、 家族の13.90%は貧困線以下である。18歳未満の子供の22.20%及び65歳以上の10.10% 10は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。